はい、皆さんこんにちは。モーターサイクルプロレッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。さて今回はですね、ちょっと空気抵抗の秘密と、題してお話ししたいなと思います。前後重量配分はね、車両の基本性能というお話をね、一応させていただきました。ちょっとその時ですね、私の師匠ともいえる先輩からちょっとご指摘をいただいてですね、ちょっと訂正しないといけないなと、いうのもあるんですが、なかなかね、このタイヤに、かかるですね、荷重の、特性というかですね、荷重の方向というか、そういうのを説明するの、実はね、すごい複雑で、これなかなかね、単純にやるのは非常に難しいんですけども、今回はですね、ちょっと空気抵抗についてお話ししたいなと思います。基本はですね、分かりやすいようにするためにですね、今回は一定速度で走行。例えば時速100キロとか200キロとか、300キロでもいいんですけども、一定の速度で走ってる時を、条件に、じゃあ条件というか仮定でですね、お話したいと思います。加減速を入ると、ものすごい複雑なんですよね。ですんで、ちょっとそこはまた別の機会にしたいなと思います。普通ね、一定速度で走ってると、重力、車両とライダー、合計した重量に対して前後の重量配分というのは、大体分けられるわけですけども、重心の位置が後ろに行けば、ちょっと後ろの荷重が上がるという格好になるわけですけども、実際は例えば、時速100キロとか200キロ、レースなので、300キロ、MotoGP なんか350キロと言われてますけどもね、そういうスピードを出ると、やっぱ空気抵抗、これがものすごい大きいんですね。もう全くもう無視できない。でもね、実際、時速ね、40、50キロ出ると空気抵抗って意外と無視できません。もう100キロを超えると、もうものすごい力がかかってます。空気抵抗のね、中心がどこにあるかっていうのは、これまたね、正確に言うと非常に難しくて、今回は分かりやすいように、この辺にあるというイメージ。大体、カウルの、ちょっと情報の前ぐらいかなというのが、大体一般的なバイクの、空気抵抗の中心になるかなと思います。これについて少し考えていきたいと思います。そうすると、当然この空気抵抗に、対抗する駆動力が発生して、これが空気抵抗がないタイヤ、同じ荷重が発生して、それに対抗する駆動力、これが発生して初めてバランスが取れて一定走行で走るわけですね。厳密に言うと、本当は後輪の転がり抵抗、そして前輪の、転がり抵抗があって、本当はこの分も駆動力に加算されないとバランスを釣り合い取れません。しかし、転がり抵抗は、タイヤの接地点中心にかかるものですから、モーメント発生しないんで、これはここで、釣り合い取れてるということで、今回は転がり抵抗は無視します。走行抵抗の、二大抵抗っていうのは、転がり抵抗と空気抵抗になりますんで、そのうちの転がり抵抗は、ちょっとここではバランスが取れてるということで除外します。で、空気抵抗はね、イメージ的には当然前からね、空気押されるというイメージになろうかなと思います。しかし実際はですね、フロントフェアリングが分かりやすいですね。こう斜めになってますんで、当然ダウンフォースというね、下向きの力が発生してるんですよね。でもこれが意外とね、結構少ないんですよ。車はね、レーシングカーとかとね、違ってですね、この後ろを押す空気抵抗ね、と、下方向きの力の、合力、ベクトルとしては、こういう斜め下方向に向かった力でバイクは空気に押されてると。そうしますと、この延長線上でね、後輪の接地点のはるか後方になるんですよね。それが今回の非常にミソになります。で、この荷重と前輪のね、接地点、後輪の接地点の、モーメントの釣り合いっていうのは、図示すると、こういうイメージになります。わかりますかね？これ結構なかなか難しいですね。揚力中心という言い方するんですけど、揚力中心と荷重の延長線上と前輪の接地点の交点、そこを通過する今度後輪の接地点。この荷重が、バランスなんですね。駆動力と、この駆動力、タイヤが発生する抵抗力は、ベクトルはこうなって、なかなか説明難しいですね。後輪の、
上向きの荷重が黄色い矢印にね、ありますように、これだけ発生してるんですよ。ね、まあ、要するに、わかりますよね。バイク斜め下に押してますから、当然タイヤを押し付けようとする、ね、力にもなるというわけですね。で、それはその分力はこの前輪の方の分担どうなるかというと、前輪のベクトルをこう分解していくと、こういうね、黄色とか橙色の矢印になるんですけど、反対方向なんですよね、これ。向きが逆なんですよ。これなかなかちょっと図紙書いてるもんで、こうなんかタイヤをね、押し付ける矢印のように見えますけども、これ実はタイヤをがねの接地荷重という言い方するとマイナスの荷重ということなんですね。ということはどういうことかというと、実は前輪の接地荷重が下がって、カウルは斜め下に押してるんですけども、後輪の接地点よりもはるか後ろに向かって押してますんで、前は上がるようにね。実際ね、ほんと100キロぐらいじゃ分かんないですけど、200キロ超えるとほんとね、前車高上がってます。変わります。それぐらい変わるんですね。だから実際は一定速度で走ってる時の前輪と後輪の荷重分布ってのは、止まってる時から比べると前輪の荷重がガーンと下がるんですよね。まあ、そうすることで車両の特性がどんどん変わっていってしまう。そこで、まあ、MotoGP は、まあ、皆さん最近ね、ご覧になったと思いますけど、ね、フロントウィングが主流になってきてますよね。この場合ですね、まあ、フロントウィングは、ね、空気抵抗は比較的少ない。しかし、下向きの力、ダウンフォースは大きく発生するということで、この応力っていうのは、こういうふうに斜め下に、バイクを押さえつけようとする力になるわけですね。で、この時のポイントは、この力の延長線上のその地面との接地点が後輪の接地点より前にあること、これが、ね、ポイントなんですよ。これが後ろに行ってしまうと羽をつけた意味は全くない。全く同じですね。またフロントが上がってしまう方向に行って前輪の接地荷重が下がってしまうというふうになります。ですね、この場合ですね、フロントとリアの荷重配分はどうなるかというと、後ろにもね、少しだけ当然荷重はね、上がります。ね、全体的に斜め押しますから。ね、そしてフロントの方は、こういうふうに、フロント荷重も上がると。そうすることで、トータル的には、まあ、これちょっと前に戻しちゃってますけども、ダウンフォースが発生することで、フロントがね、パッと前がね、上がってしまわないように押さえつけられて、前輪の荷重も、まあ、完全に回復するまでっていうのは、まあ、かなりウイングの設定とね、速度、バランス取れないとはいけありませんが、まあ、フロントの荷重を、回復させるという効果があるわけです。で、これでですね、どうですかね、お気づきの方を、ね、これ気づいた方がおられたら、その方はもうベクトルのことをね、ものすごい理解されている方だと思います。どういうことかというと、フロントの揚力中、ウイングのね、揚力中心が前輪の接地点の真上にある、ね、これが理想になるんですね。そうすると、フロントの接地点の荷重は、最大かつリアの、接地点荷重も減らない、そこそこあると。前へ行き過ぎると、このリアの接地点荷重減ってくるんですよ、ね、もちろんフロントの接地点荷重も増えるんですけども。あともう一つは言えるのは、揚力中心からのその、ウイングが発生する合力ですね、それが斜め下に行きますから、これが当然、延長線上の交点、ね、地面との交点が前輪に近づけば近づくほどいいんですね。ということは、前へ行くのと、もう一つ言えるのは、ウイングを下に下げることなんですね。どうですかね。ドカジ。日本のメーカーは、ほぼタイヤの前輪のほぼ真上に大きなウイングをつけてるだけなんですね。ところが、ドカティは、そこのウイングは少し小さくして、ね。そして、少し後ろに下がりますけども、カウルの下にどん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 、下へ下へ下へとつけてますよね。そうすることで、トータル的にはフロントの接地荷重が一番たくさん発生してるのは、実はドカティじゃないかなというふうに私は見てます。まあ、ということで、今日はですね、フロントウイングというか、まあ、バイクの空気抵抗の秘密、まあ、実は空気抵抗がかかるとバイクっていうのはフロント荷重が抜けるんですよと。で、それを回復するためにウイングをつけてると
というお話をさせていただきました。はい、次回お楽しみ。ごきげんよう。